今回はこちらの2本を比べてみました。まずこちらのラケットですが、打ってみた感想はそんなに弾みは強くなく、ぶっ飛ぶという印象はありませんでした。弾みは5枚合板という感じで安定しています。回転ですが、少し板が硬さのあるような印象で、硬すぎず回転もかかるという卓球ラケットです。粒高ラバーにおすすめの卓球ラケットとなっております。ぶっ飛びすぎず、弾まなさすぎず、板がやや少し硬いような印象で、粒高ラバーに合わせやすいという特徴があります。他の卓球ラバーも特に問題なく、粒高ラバー以外も問題なく使用できます。そしてこちらのラケットですが、こちらのラケットは5枚合板ですが、かなりボールが飛びます。弾みます。スピードが出ます。威力が出ます。スピードと威力がありますが、5枚合板の回転のかけやすさもあります。回転がかけやすいという特徴を残しながら、スピードと威力がかなり出る卓球ラケットになっています。打った感じ、ファーストぐらいの印象でした。とてもよく弾み、ドライブが回転を伴ってボールがぐーんと伸びて、スピードと威力のあるボールになって、相手のコートに入っていきます。初心者の方はちょっとこのラケットでは飛びすぎると思うので、中級者の方、中級者、上級者の方におすすめです。ラバーは軽いものを貼ることがおすすめです。他に似たようなラケットがちょっと思い当たらないぐらい特徴的な卓球ラケットとなっております。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。